こんにちは、プラムです。今回はですね、お友達の実況者の驚く先輩と、サプライさんと、トシコくんの3人と、ポケモン25周年ということで、ポケモンのキャラ弁対決をすることになりました。メインチャンネルでは、初のお料理動画です。ちなみに、なぜか全員ポケモン実況者の料理動画を上げている集まりなので、強敵揃いの予感です。1位目指して頑張りたいと思います。ということで、まず、肉まんを作っていきます。薄力粉と強力粉とドライイースト、ベーキングパウダー、お砂糖、サラダ油、塩をボウルに入れます。そしたら、ぬるま湯を少しずつ入れて、こねこねします。こねこね。いい感じになったらラップをかけて、15分くらい寝かせておきます。しやーん。待ってる間に中身の具を作っちゃいましょう。タケノコをごま油で炒めて、味付けに醤油とニンニクを入れます。プラムはニンニクを入れれば大体何でも美味しくなる最強アイテムだと思っています。次にみじん切りにした玉ねぎにパン粉を入れて、全体的にまぶす感じで混ぜて、いい感じに混ざったら、そこにひき肉とさっき炒めたタケノコと、ニンニク、お醤油、片栗粉、ウェイバーを入れて、またこねこねします。ウェイバーっていうのはお店で売っている、いわゆる中華料理の万能調味料らしいです。なかったら鶏ガラスープの素とかでもいいと思います。さっきシャーっとさせたネボスケの生地にウェルトンで色をつけていきます。アイシングクッキーとかで使われたりする着色料で、まさか素手で混ぜる人は、ね、いないと思いますけれど、絶対にこの手袋でやりましょうね。次に着色した生地を伸ばして中に具を入れて包んでいきます。ここで生地をきっちり閉じておかないと具が飛び出す中身しちゃいますので気をつけてくださいね。ちなみに、お弁当なのになぜ肉まんなのかというと、私が食べたい気分だったからです。そして、これは、キャラクター肉まん。さてさて、何のポケモンに、何のポケモンに、てんてんてん。てーん。はい。生地が生コブシ、バチューミ、雪ハムに進化しました。これを、20分くらい蒸していきます。ディアルガ先生のお力を借りたので、一瞬ですね。オープン！おー！なかなかいい感じじゃないですか？ちゃんと出来たての肉まんの美味しそうな匂いがします。肉まんは完成ですが、次はお弁当の他の具をチッチッって作っていきましょう。じゃがいもを切ります。本当はポテトサラダを作ろうと思っていたんですけれど、枝豆を買い忘れたのでジャーマンポテトを作ることにしました。入れているのはレンジでチンするだけで蒸すことのできるで大きいです。便利。人参も切っていきます。人参はせっかくなので飾り切りをしていきたいと思います。5箇所切れ込みを入れて、その切れ込みを中心に三角形に切って、切れ込みに対して斜めに切って花びらを作っていきます。可愛くできたんじゃないでしょうか。あとは、チョリソーを斜めに切って、ジャーマンポテト用のベーコンを切ります。ちなみに、このジャーマンポテトはせっかくなので多めに作って、次の日のご飯にします。あとは焼くだけです。熱い！この時ちっちゃいフライパンを使ったことを絶賛後悔しております。バターを入れて塩コショウで味付けします。そして、これはキャラ弁対決。お弁当に突っ込んでいきましょう。入りませんでした。お弁当が小さかったので、パッと見お弁当に見える大きめのタッパーに入れましょう。ギュッと3匹を並べて、周りにハートに切った卵焼きとか、さっきの具を乗せて、盛り付けたら、完成！プラム特製お餅組キャラ弁！初めてのキャラ弁にしてはなかなかの出来ではないでしょうか。ということで、キャラ弁見せ合いの場に持っていこうと思います。ニューそれではね、2月27日、ポケモンのキャラ弁対決、
大決戦ということで、はい、いつもの4人が集まりました。はい、いつもの初回か、初回だった。はい、というわけで、今日はですね、みんなで、2月27日はポケモン初代が発売された日ということで、記念をしてみんなでポケモンのキャラ弁を作ってこようという風になったんですね。わー、どんどんパフどんどんパフ。はい、でね、今日は、プラムさん、驚きさん、トシヒコくんとサッチャイでやってまいります。みんなポケモン実況者です。じゃあね、まずは驚きさんのものから見させていただきましょうか。はい、任してください。はい、ちょっとですね、2段方式となっております。2段方式、まず1段目こちらになります。すごい、すごい。頭が、このためにフードペンっていうものを買いまして。フードペン、なんてそんな秘密道具をいつの間に一人ばっかり得て、そんな。2段目もあると。そうなんですよ。はい、2段目は、はい、はい、こちらになります。なんだこれ。ご説明します。全然わかんないこれ。なんかちょっと左上に水死体みたいなやつが。あ、なるほど。じゃあどうですか、審査委員長のとしひこさん、これは。え、僕ですか。そうですけど、トシヒコくんとプラムちゃんがね、学校行くときはこのお弁当を持たせますので、ぜひ食べてください。ママ便所飯だな、これはな。はい、ではね、気を取り直して、はい、プラムちゃん、行ってみましょう。はい、私めちゃめちゃ普通なんですけど、これ頑張りました。はい、ではよろしくお願いします。アップロード、じゃーん。わっ、すごい、これはすごいな。見てください、お餅組の肉まん弁当です。あ、これ肉まんなんだ。そうなんですよ。おにぎりじゃない、おにぎりじゃないんだよね、これは。アイシングクッキーとかを使うときに使う着色料で肉まんをこにゃこにして頑張って作った、はいはいはい、わ、これは普通にすごいんじゃないですか。かわいい、かわいい。あ、でも普通にあれですね、コラボのなんか、ファミマとかの肉まんのコラボみたいですね、これは。わー、やったー。それ以上に飾り切り初めてやったんで、これがちょっと苦戦しました。人参の飾り切り。あー、人参のね。あ、これ全部頑張って包丁で剥いたの。あ、そうですよ。あ、すごいね。すごい、すごい。卵焼きもハートだし、これすごいね。斜めに切ってくっつけて、それこそ。あ、なるほど、そういうテクニックがあるんだ。なんか栄養素的にはちょっとバランスが悪いかも。確かに、確かに肉と炭水化物のみみたいな感じではちょっとあるけど。レタスも散りばめられてるから、そこでどうにか。レタス、取ったまんの半分くらい使ってます、これ。結構引き詰めましたね。これ雪はみって何でできてるの。いや、これ全部肉まんね。え、これはちょっと想像以上のものが出ましたね。やったー。いいですね。これやっぱ食べるときはパカって、これを真っ二つにして食べるみたい。じゃあ審査委員長のとしひこさん、どうですか。いや、もうこれのお弁当に関してはもうね、見た目的にもう言うことなしだし、もう誰も触れてないですけど、この下に敷いているこの、わかるわかるこの背景が、プラムちゃんがよくイラスト載せる時のあの背景になってるのが、これよく見つけてきたなんて。そうだね。この時期本当に市松のようで調べたら鬼滅の刃しか出てこなかったから、見つけるの大変だったんだよ。確かに緑と黒じゃねえよってなるんだよね。そう、グレーで探してるのに緑と黒しか出てこなくて、この透過画像みたいな、なかなか市松模様がなかったんだ。そうそうなんですよ、これ頑張って探しました。すごいね。弱ったな、でもこれ。いや、でもこれはプラムさんの動画でまた今後もこういったものが期待してもいいようなクオリティだと思うんですけど。あ、確かに。には上がってるんだよね、プラムちゃんね。宣伝ポイント、宣伝ポイントだよ。あ、はい、サブチャンネルの方には料理動画も一応上げたことがあります。ぜひ見てもらえればと思いますので、動画の概要欄に貼ってあると思うので、 URL よろしくお願いします。はい、ぶっ飛んでください。はい、じゃあ僕か。やだなぁ、ちょっと大黒柱、驚きさん2番目にしとけよかったなぁ。最初、さっき僕が貼った動画の方をちょっと見ていただいて、せーので押していただいていいですか。はい、せーの。さあ、いつ出るのか、いつ出るのか。直火焼き、直火焼き、そうですね。だから出てきた。あ、出てきた。一瞬で通り過ぎていった、炙りもんじゃらが。
これクリボーかなって一応思ってます。このクリクリというわけで審査委員長としひこくんのお弁当ですね、ラストにドーンと出していただいてね、大成功で企画を終われればと思いますので、はい、ではとしひこくんどうぞ。ちょっとね、みんなのキャラ弁とは思考が違いまして、果たしてどんなお弁当が飛び出してくるのか。ファッションセンスにうるさいとしひこくんだから見た目もいいはずなんですよ。これは期待ができますね。この中これ何かわかりますか？お母さんはすぐわかりますよ。これはこれの何がいいのかっていうと、はい、あの素材の味しか使ってないんで、はい、プラモデルみたいにねガチャガチャ組み立てるだけで誰でも作れちゃうんですよ。ひどろだな。このソーセージよく刺さってるなというか固定されてるなっていうのが。これどう刺してるのこれ？あ、これあのパスタで刺してる。無理やり。みんなさ、突っ込んでないけど、奥にある、チゲドロの何ですか？皆さん、すごいよ、これは。やっぱちょっとみんなおかしいよね、頭が。いや、私のお弁当は別におかしくないです。そうだね。栄養素完璧です。栄養面もね、しっかり考えられてね。そうですよ。はい、というわけでね、はい、あの皆さん楽しんでいただけたでしょうか。それぞれの、作ってる風景と、あとまあそれぞれのこの感想のところが、それぞれのチャンネルで動画に上がってると思いますのでね、あの ぜひね、あの他の方のチャンネルにも行って、それぞれどんなものを作ったのか見ていただけたらと思いますので、はいはい、いやよろしくお願い。先生、タイトルキャラ弁対決だったと思うんですけれど、はい、これ勝敗どうやって決めるんですか？勝敗はもうコメント欄に書いてもらうしかないでしょう。これはやったー、ね、お届けの勝ち。なんだろう、急勾配に関しては驚くさんが勝ちでいいとは思う。僕と俊彦くんはこういう道で生きていくしかないんだなってことを再確認しました。なんか上の2つはさ、家庭科の宿題って感じだけど、下2つは夏休みの自由工作って感じだ。工作。このメンバーの中でね、唯一写真のね外側までで気使ってるプラムちゃんしかいないから。すごいですね。そこはね、ダイレクトまな板と俊彦くんの殺害現場のお写真。というわけでね、楽しんでいただけたら幸いです。はい、はい、ではこの辺で、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。